皆さんこんにちは、レッカレッカです。今回からマインクラフトの短い動画を作ってみようと思いました。Java 版のマインクラフトでヒート&クライメートという、クライメート発音合ってるかな?まあいいや、というモッドを入れています。それではスタートです。さてさて、動画自体は本当に短いものにしようと思っているので、一つか二つ、このモッドの要素を紹介したら終わりの動画にしようと思っているのですが、さて、ワールド作成からです。どんなところに出ますかね。なかなか良さげなところに出ましたね。ところで、画面左下に、温度などが出ているのがこのモッドの特徴の一つですね。さて、ボーナスチェストの中身をもらって、何が入ってたかな。魚と棒がある。これで一つ新要素をお見せできそうですね。魚と棒をクラフトして、生の魚串が作れます。生の魚串を地面に設置することができます。設置した生の魚串を回収することができます。はい、というわけでですね、今回の動画ここで終わりです。このモッド知ってる人はきっとせめて魚を焼くところまでやれとか思うかもしれないですけど、まあちょっと今回は短い動画で行こうというのがコンセプトですのでこんな感じでやっていこうと思います。いつまで続くかな、私にもわかりませんが、それでは今回はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。